赤い部分が糸球体、緑色の部分が傍慢脳。傍慢脳はネフロンにおける細尿管の起点を構成する部分である。糸球体法とも呼ばれる。傍慢脳は糸球体を収納した構造をしており、糸球体の血液から傍慢脳にろ過された体液は、ネフロンそれぞれの過程を経て尿となる。この過程は原外ろ過として知られている。傍慢脳外部には、 血管極と尿極の二つの極がある。傍慢脳の総構造は次の通りである。傍慢脳の血液ろ過の過程は、原外ろ過であり、ろ過の標準速度は1 2 5トル、分である。約39以下のタンパク質は、組織膜を自由に透過するが、いくつかの分子は、タコ足細胞の組織膜によって透過が妨げられている。水、グルコース、塩、 アミノ酸、尿素のような小さな分子は、傍慢空へ自由に透過するが、細胞や結晶板、大きなタンパク質は透過されない。結果、近陰尿細管に入るときのろ過液の成分は、結晶のそれとほとんど同じになる。子宮体ろ過率の測定は、腎臓機能の診断に使われる。子宮体ろ過率の低下は、腎不全の兆候の一つである。傍慢脳の名称は、 イギリスの外科医、解剖学者のウィリアム・ボーマンにちなむ。また、人固定の別名のマルピーニ固定は、イタリアの医師、生物学者のマルチェロ・マルピーニにちなんでいる。しかしこの名称は、秘蔵のマルピーニ固定との混乱を避けるのため広くは、使用されない。<noise> ヒストロジー・アット・ビーユー22401エルビ。ありがとうございます。